これむずいわ。うわーやばい。あーははは。わー。今回、神キック対決やってくれる選手はこちら。砂森和也です。よろしくお願いします。よっ。はい、お願いします。ゴリラ純喜です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、そうなの。合ってる。本人。で、今回、なんと、鹿児島ユナイテッド FC のレフティを揃いました。二人ともあの、フリーキックとか公式戦でも蹴ってますからね。で、僕も、まあ、左利きみたいなもんなんで。左の方がうまいもん。じゃあちょっと、はい、左で、二人を倒そうかなと。右下手くそだけど。右下手くそって言うんですよ。利き足右だもん。坊主だし。坊主関係ねえだろ。やっていこうかなと思います。2種目を行って、勝ち点が一番少ない選手が、罰ゲームです。で、その種目をちょっとご説明します。それでは行きましょう。神キック対決。スタート言えよ。ああ、じゃねえよ。じゃあ行きましょう。スタート。じゃあゴリオ純喜選手から行きたいと思います。昨年もフリーキック取ってますからね、ゴールね。はい、愛媛 FC 戦でしたかね。 30m ぐらいある距離から決めましたからね。ゴリオ純喜選手のチャレンジスタート。これむずいわ。ゴリオ選手の結果1枚。続きまして砂森和也選手の、チャレンジです。用意スタート。やべ、続いて続いて、やばい。これめっちゃむずい。いや、バウンドしてる。当たった当たった当たった。はい、ということで始まる前ですね、砂森選手。こんな近くでいいのって言ってたんですけど、なんと結果ゼロということでした。ただ上 OND のチャレンジいきましょう。僕右利きですかね。お願いします。お願いします。僕右利きなんで。お願いします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 。やめろ。なんだお願いします。よい。スタート。やばい。そっちなんだね、狙うの。やばい。ああもう。外。こっち。外。やばい。終わりー。終わりー。ちょっと早かったじゃん今。あと1球は蹴れたね。あと1球は蹴れたかもね。ということで、じゃあ1球蹴っていいよ。いやいや、もう砂森さんそんな言うな。いや、怒るから、もういいです。そんな言うなら蹴ってよ。ということで、うるさい。ということで、1種目目。勝ち点、ゴリオ選手が3。勝ち点1ずつ。引き分けなので勝ち点1ずつですね。蹴ったら投げるな、俺も。ありがとうございました。まだ。じゃあ続きまして、持ち球8球。で、いくつ当てられるか。どうしよう、順番変えます。変えますか、じゃあ。田野さんからいきます。俺からか。田野上、オインディタのチャレンジ。いきますよ。全国の子供たち見ててくださいよ。やるときやりますから。田野上、オインディタの。お願いします。お願いします。何なの、この2人。坊主だ、タイミング、坊主だ。坊主かってねえだろ。お願いします。お願いします。やめろって。
それで狂ってんだから俺多分当たんないわけ。言い訳すんなって。ああごめん。言い訳作るなよ。言い訳ばっかり。すまねえ話が先に。何それ持ちながらけど。もう分からんもう。言い訳？ボール持ってるから当たりませんでした。言い訳ね。うるせえ。笛も置いた方がいいじゃん。そしたら。いや笛分からんだけだから。なんででももうあれじゃん。いや時計も外した方がいいんじゃない。もう逃がすな。坊主にした方がいいんじゃない。坊主なってるだもん。坊主なってるだもん。坊主なってるだもん。笛必要ないじゃん。なってるだもんって。なってるだもん。行きます。もうひどい本当にやばいということで僕の結果ゼロでした。それでは、砂森選手で、あのキックどう蹴ればいいのって子供たち、ちょっと蹴り方にも注目してください。縦に落ちますか。その縦に落とす蹴り方どうやって蹴ってるのかなっていう。この短さ落ちないみたいです。すいません、はい、じゃあお願いします。青森選手のチャレンジ、青森選手のチャレンジ、青森選手のチャレンジ。やりました。やりました。砂森選手のチャレンジ1本目。うわーすごいじゃん。いいよでも。見ました。いいよ。今の球質。4目。きた。うわー。きた。うわー。違う。どう？まあでも紐に当たってるってことは当たってるか。そうだね。そうだね。そうだね。右上ゲット。いや俺負けじゃん。いや素晴らしい。あ、これもあそこ狙いなのか。3球目。うわー。4球目。きた。うわー。5球目。きた。うわー。すごいね。6球目。うわー。そう。7球目。うわー。惜しい。ラスト。はい、砂森選手、結果、発球決定。発球決定1個だよ。ゴリオ選手の発球チャレンジ。さあ、発球で何個に当てられるか、ワンバウンドはなしです。制限時間もありません。さあ、1本目、お願いします。お願いします。お願いします。あー、違う。ちょっと待って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 。4目。あー、違う。一緒や。3本目。おお、4本目。あーもう違うね。5本目。あー低いよね。ありがとうございます。低いよね。次6本目。おお、6本目。おお、よし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 、うまい、よし、完璧、よし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 。7本目。あー、くー、ラストラスト、ピッ。あ、違う、あ、違う、はい、もう一回ずれた今の。あー、もう当てるとこおかしいよ俺今の。なんでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。神キックチャレンジ、これで終了と言いたいところなんですけど、やっぱ見てみたいですよね。レフティ、左利きの選手の右足ってどうなんだろう、ね、マジでやめてやばい。延長戦ということで、右足俺どうやって蹴っていいか分かんないんだけど、マジでゴール僕右足どうやって蹴るの、ね、右利きで左で蹴ってたんで延長戦ということで、はい、今勝ち点が4、2、1ね、1か、1で俺飛ぶか分かんない、あそこまで。いや俺飛ぶかわかんない、あそこまで。いやまずそれやばいやん。左利きの選手の右足ってどうなんだろう、多分気になってる方たくさんいらっしゃると思うので、その辺をちょっとあの紐解きながら皆さんに実際見ていただいて、体感していただこうかなと思いまして、こういう会をやってみました。一本目。じゃあ次一回やってみよう。とりあえず一緒ね。一周目。カノさんも外してるからね。うわ、浮いた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 。おい、あーおい、巻いて巻いて、よし、あーやばい、おお、来た、あー危ない、そこ
うまい。うわー、うわー、やばい。いやでもこれで俺らがこのよし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 、これで当てれば同点でしょ。そうだよね。そう、よしよしよし、このまま終われば勝ち点4になるんだ。頼む、右足頼む。気持ちカメラ、俺もやってあげるから。気持ちカメラ、頼む、気持ちカメラ。いけ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 る、当たるぞこれ。さあパワーもらったぞ、合流から。タノさんを一抜けさせるわけにはいかない。欲しい、欲しい、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい、欲しい、ちょうだい。なになにその儀式、ちょうだい、その儀式。いや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 、あー、来た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 、今だ、これ今だ、来た来た、今今今冷めないうちに、冷めないうちに、温めない、レンジかお前。違うか、うん、お願いします、お願いします。うわー、欲しい。おめでかい、でかい。うわーわーわー、うますぎる。はい、ということで左利きの選手の右足ってどうなんだろうの検証に関しては意外と蹴れるっていう。蹴れた、はい、まあ5本で当たってますからね。あ、まあ確かにね、確かに。そ、まだ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 あと2時間くらい練習しないといけないから。その分でもね、レフティーって左足の精度とか、あの質とか技術半端じゃないんで、そうです、まあ、そこを、ま、試合では見てほしいですね。まだ蹴ってますけどね、1人。ということで結果発表。はい、おだ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 、取れてる、取れてる、取れてる、取ってる、取ってる、こんぐらいがいい、こんぐらいが。すごい、7本目で当たった、7本目で結果発表。僕が、3ゲームして延長戦まで入れて勝ち点が4で、ゴリオ選手が、3ゲームで勝ち点が 5、よし、はい、で砂森選手が1ゲーム目が勝ち点が1、2種目目が1で、今2ですね、で最後3種目目が0ということで、よっしゃ、勝ち点2という結果で、ということで罰ゲーム、お題は誰にも話したことない恥ずかしい話、もしくはモノマネ、どっちかですね。選ぶチャンスがあります。砂森選手、なかなか見れないですよ。こういうキャラじゃないですから、ね、モノマネ、絶対モノマネはしない。これはね、モノマネはしない。これは、ちょっと座らして。どうぞどうぞ。これはレアですよ。あるでしょ。あるある。ジョークとかいっぱいありそう。全然ある。いっぱいあるよってなんだ、そのイメージ。髪型がヘルメットみたい。誰がヘルメットや。外せないのこれ。恥ずかしい話っていうか、はい、一番やばいのは、小学校の時に俺、ご飯食べ過ぎて入院したっていう。何そのエピソード。なんか微妙なリアクションしか取れねえ。何なんそれ、自分の限界が分かんなかったってこと。もうこれ自分の限界が分からない。犬じゃん。そう、めっちゃ食って、食って、給食のわかめご飯食ってたら、え、給食で限界まで食ってたの。いや、分かんない、だから分かんないってどういうこと。だから分かんないんだよ、分かんないまま気持ち悪くなって病院行ったら入院ですよ。怖いエピソード。入院ですよ。恥ずかしいんだよね、怖い。聞いてるこっちは、それ怖い。結果、このエピソード結果何だったの。食べ過ぎ。食べ過ぎで、医師に食べ過ぎですって言われて。わかめご飯の食べ過ぎで、好き過ぎで、もう限界わからなくなって、体調悪くなって病院に運ばれて、診断名食べ過ぎ。はい、診断名食べ過ぎという。恥ずかしいな。これは恥ずかしい。まあ、素晴らしい。診断名まで聞くと恥ずかしい。恥ずかしい。食べ過ぎ。確かに恥ずかしい。皆さんも食べ過ぎにはぜひ注意しましょう。注意してください。はいはい、ということで、今日はゴリオ選手と砂森選手との神キック対決ということで、残念ながら、砂森選手が負けてしまいましたけど、もっと練習します、すいません、はい、ただでもキックの質は、ね、多分一番すごかった、一番だったマジで。やめてよそういうなんかビリを殴ったみたいな。バレた、ビリめちゃめちゃ殴されてんじゃん。もうじゃあでも本当に質はマジですごかったよ、はい、ぜひ、はい、皆さん、あのまた、ね、ゴリオ選手、はい、砂森選手の応援の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。鹿児島ユナイテッド FC のチャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。